むしゃむしゃむしゃ。りょう先輩、何食べてるんですか？よもぎ。美味しそうですね。道端で生えているところ見つけたらロインで送りますね。野草は見分けが難しいから気をつけるように。りょうがよもぎを食べてるってことはもうすぐ夏か。なんか時間が経つの早いな。にじかちゃんがりょうさんの食べてる野草の種類で四季を感じてる。次回ボッチザロック第6話発見。あの野草って美味しいんですか？うまいまずいの観点で食べてない。生きる次元が違ってる。